はい、フジオでございます。フジオーでございます。3本目の動画に。今日の3本目です。ショート動画入れたら4本目です。あ、お話させてもらいます。お話動画が長くなります。ですね、同時にやってたら、まあ、同じこと言ってるんで、申し訳ないですけども。今は、この動画はですね、先ほどの動画を見ていただけば、決めつけないためになるんですよっていう、いろんなところからためになりますよっていうお話で、私のお話も、ためになると思う人にはためになるんで、続けていければなと思っています。それでですね、これ長くなるんで、簡単にまとめるとですね、私、鹿児島に行った時に、鹿児島の営業所の成績が悪くて行きました。で、まあ、これは毎回話してますけど、1年ぐらいで良くなりました。全国一の営業所になったと思います。その後も伸び続けてると思います。私は大体行ったところでそういう風になってると思います。自分で思ってます。じゃあ、文句ある人行ってきてくださいってこと。結果出てますか。それでですね、その時にやったことっていうのは、まず地域一番店、もうこれもいきさつがあって、なんでここになったかっていう面白いエピソードとかもあるんで、見ていただければありがたいんですけども、地域一番店のそこの太陽さんっていうスーパーがあったんですよ。そこの担当になりました。その前にはいろいろさせられて、悪いところもさされて、苦労しながらそこに行ったわけなんですけども、そのお話もしてます。なんでって言ったら、そのお話もしてますんで、見てください。どっかでやってます。で、どっかでいろんなお話をしてるんですよ。だからそれを見ていただいて、参考にしていただける。営業マン特に。営業マンとか、弁当屋には参考にならないと思います。営業マンにはためになると思います。営業していく中で、決めつけない、ためになるお話です。私がその、担当してる時の、どうにかもう苦労して、そこのバイヤーと仲良くなったんですよ。まず、いろいろ癖、これも話してます。苦労して仲良くなって。もう、大体どこのスーパー、どこのダイエーさんでも何でも、ジャスコさんでも、全て担当にして、つつわさん、全て担当したら仲良くなってます。肩を組む仲になってます。最初はダメです。大体仲良くなります。私の、もう、言うことをお互いに聞いたり、聞かされたり、やって、悩みを打ち明けたり、やって、酒飲み、組み交わしたり、やっています。その中で、その、一番よく、一番最初に勉強になったのが、太陽のバイヤーさんでした。で、怖い人がいて、もう一人下の方がいて、その、怖い人にも仲良くなりましたけど、下の人にも仲良くなりました。まあ、これは沖縄の、サイエさんっていうスーパーでも一緒です。仲いいです。仲良かったです。それでですね、その人が、仲良くしてたら、もう飛ばしていきます。泣かしていけたら、近くにダイワさんっていう大きいスーパーがですよ。鶴のマークの。鹿児島には。競合があるんですよ。そこが大きい店をプラステっていうのを作ったんですよ。その時に支店長が私に言ったんですよ。そこへはバイヤーと行くんじゃねえよって。またお前みたいに顔の割れてるやつが行ったら、この、大和さんが気分悪くなるから、行かないでくれって。めっちゃみんなの朝礼で言われたんですよ。はい、そう、当然ですよ。私も行きますよ。恥ずかしいですよって言って、行かないようにして逃げたんですよ。わざと遠いところに。呼ばれないように。案の定呼ばれました。携帯持ち始めだったんです。携帯もその、もらいました。そこの、太陽さんの仲間からもらいました。肉屋の社長からも、この話も知っています。で、それで呼ばれて行きました。途中にそこの店、なんか最初はですね、泉の方に大型店ができたんですよ。給油所とかもやってる、自動車学校とかもやってる大きいホームセンターみたいなの、あれを見に行きたいんだって、ああ、それならいいだろう、遠いしと思って、行ったら、そこにあったんですよ、このプラスでダイバーが。やばいなと思って話をそらしてたんですよ、一生懸命。あそこ行ったらどうですね、こうですね、こういうタレが今、師匠、わざとずっと言い続けてたら、おう、中本、ここ行ってみようって言うんですよ。いや、ちまったと思って、いやいや、ちょっと今日はもうそこは急いできます。遠いんで、泉なんで、いやいや、行かないといけないんだよ。って言ったら、急いでるから、パッと見て、パッと出ればいいんだよって言ったんですよ。行ったら、入ってくる時に、もう、その会社の車じゃないですか。もう言われてるんですよ、私。行かないでくれって、朝礼でもめっちゃ言われたんですよ。それで、行きました。入ってきました。ここへ止めろって言うんですよ。目の前に、看板背負ってる車。あ、大丈夫だから止めろって言ったんですよ。いやいや、ちょっと恥ずかしい。いいよ、俺がいいよ、俺が謝るから、お前ここ止めろって言ったんですよ。その間、お前の売り上げ上げてくるから、ああ、そうか、売り上げてきたの、私はもう。もう、消えましたよ。長いのがあったんですかね。はい。それで、そこへ車を止めました。また消えるかもしれないんですけど、そこへ車止めて、もう、店舗に入ることになりました。入ったら、案の定、業者がいっぱいいて、私の知ってる人たちもいて、肉屋の業者がいっぱいいて、みんなこのバイヤーと私が来たんで、みんなも並んで壁に向かって並んでるんですよ。
で、そこのバイヤーが真ん中にいたんですよ。中央のなんかこう、ところになんか売ってたんですよ。やばいって、僕もその人知ってるんですよ。前に私はその人と仲良くなって、鹿児島市赴任した時にそこの担当者だったんですよ。黒なんとかさん、黒崎さんか、バイヤーがいたんです、偉い人が。大和のですね、当時は。なんかそういう人がいて、黒がつく人でしょ、ね、黒崎さんって。あれもいいんですよ、名前は。まあ、名前言ってもいけないんで。そこにいたんで、私もへばりつくように皆さん業者と一緒にあの、カニ歩いてそこに行ったんですよ。だから、連れてきやがって、みたいな感じで私を睨んでるんですよ、みんな。言ったら、ああ、中本さん、紹介するよって言うんですよ。私は知らんふりして遠く行こうと思ったら、ああ、中本さんじゃない、知ってるよってバイヤーが言ったんです、そこのバイヤーが。で、行ったら、中本さん、今度は太陽さんに行ってんだって。なかなか長いこと来ないなと思ったら、あの人です。行った時に、私が沖縄から赴任した時に一番最初にお世話になって仲良くしていろいろ喋って、昨日お話しますけど、一発でいろんなこといっぱい喋って仲良くなったんですよ。ものすごく仲良くして、その大学さんも伸ばしたんですよ、私が。伸ばして、よくしてくれてる人は、まさかその時は店の人だったんで、仙台の大学さんの担当だったんで、肉屋。そこにいると思わないで行ったんですよ。それは、その肉、太陽さんのバイヤーが呼んだんですよ。紹介するからって。こんなとこ紹介して。で、こうで、これはよく頑張って沖縄から来て、こうやって、太陽さんで今やってるんだけど、ここでもなんか、可愛がってくれよって。いや、この人前私と仲良くやって、ここでもやってた。あ、そうかって。お前最初ここ来てたのかって。あ、来てましたよって。よく知ってますよ。よく可愛がってもらいましたよ。この焼肉のためのこういうのがあって、これがよく売れたんだよ。これだよって言ったら、お前俺のとこ持ってこないじゃないかって。いらないって言ったじゃないですかって言いながら、またそこで話しながら、そう、これ買うから持ってこいって。商談がどんどん進んだんですよ、そこで。その商談が進んでやったら、仲良く4人、3人で喋ってたら、壁に向かってた業者の人振り向いて、おバイヤーさんって言って、太陽のバイヤーに頭下げてるんです。みんなでさっきまでお前はそこにへばりついてたじゃないか、見れないように、顔見せないように。で、そっから私も、ああなんとかさんって言って、私の会社の名前言って、ああどうバイヤーときすいませんねって、バイヤーが行こうってしつこいんですよ。私行くなって言っても行こうって言うんですよって。行ったら、お前中本お前が行ってみようって言ったんじゃないかって、また行って笑ってるんですよ、3人で。で、そういうお話があって、決めつけないで、支店長にも怒られるかもしれないですけど、行って、結果、その、大和さんっていうか、そのスーパーのバイヤーも、私が逆にですよ。あの人と仲良くなって、いろいろやってる。じゃあ自分も仲良くなろうって、この会社と私の会社と仲良くなろうって、そこの担当を呼んで仲良くなったんですよ。で、やったんですよ。だから小さい考えで持っていくとバレて怒られる。あの長が、私の支店長が言ってた、行くなよって言って、行かなければ終わった話なんですけども、行ってプラスになることもある、決めつけないで行ってプラスになったって話を一例としてお話しました。もう長くなったら飛ぶんで、こういう話いっぱいなんですよ、良かった話で。その肉屋さんだった人も知ってる人がいたんで、もう、カールがあるうちの営業所に来ましたよ。来て、今度一緒にやっていきましょうって。それからですよ、私がそこで花を咲かせた。まあ、それからっていうか、まあ、いろいろあるんですけども、その行き先はいっぱいあるんですけども、もうさよならします。これ伸びてるんで、はい、そうやって決めつけずに物事を取り組んでいく。